グループスンは安田一氏が中心になって設立されたクリエイター集団株式会社兵庫県神戸市に本社を置くテーブルトーク RPG トレーディングカードゲームの制作翻訳などを行っている日本のロールプレイングゲームの草分け的存在で日本国内で最も普及した TRPG ソードワールド RPG や国産ファンタジーとして有名な ロードス当戦記をはじめとして、多くのゲームや小説作品を世に送り出した。同社に所属する、あるいはしていたクリエイターとしては、水野良、清松美き、山本博士、友野翔などが有名。1980年代初頭 SF 小説の翻訳家として活動していた安田仁志が、 海外の SF 雑誌に広告が出ていたダンジョンズドラゴンズとトラベラーを取り寄せた。自身の後輩である京都大学 SF 研究会の学生たちに内容の調査を求め、半年ほどかかってロールプレイングゲームの概要を理解した安田はこれを広めようと思い立ち、今度は関西の SF 創作サークル西軍の会にシナリオの作成面でのサポートを求めた。安田を ブレイン役として、水野良、山本博士らは SF ゲームサークル、シンタックスエラーを結成。この名称は、文法の間違いを意味するプログラム用語、シンタックスエラーを指す。その中から、ゲームの内容をつかみやすくする紹介記事形式として、実際のプレイ内容を会話形式で再構築する、リプレイというアイデアが浮かび、これをタクテクス史18号に掲載し、 好評を得たが、タクテクスは読み物に力を入れていなかったので、1986年9月、角川書店、月刊、コンプティークで、ロードスと千切りプレイを連載開始した。ここで、ゲーム史上初めてグループスンの名前が大けになった。同名義の書籍は、同年10月発売のモンスターコレクションファンタジー RPG の世界が初となった。なお、 常日のアマチュアサークルは、これら一部メンバーのプロ化に伴う混同を避けるために、異語別の名前へと改名して存続することになった。水野が同サークルの会長を務めていたのは2年ほどであったという。1986年12月、ゲームブック雑誌、ウォーロックが社会思想者より創刊。安田一氏が監修者となる。 イギリスのゲームブック雑誌、ウォーロックの日本版としてスタートし、後に TRPG を大きく扱うようになり、TRPG 雑誌としては日本初の月刊誌となる。同誌には、水野亮、山本博清松美幸、ラモタスー貴公子、トンネルズトロールズの日本語版を手掛けるなど、グループスンが大きく関わる。1987年10月に、 株式会社グループ SNE として設立。正式に会社となる。コンプティーク市場のロードスト1000リプレイは1986年9月号から1987年4月号、および1987年6月号から1988年7月号の2部に、渡って連載。同紙で引き続き展開された。 クリスタニアリプレイは1989年11月号から1993年4月号まで、その後媒体を変えながら1998年まで継続。富士見処方館、ドラゴンマガジンではソードワールド RPG が展開され、ソードワールド RPG リプレイ第一部は1988年11月号より開始。これも1997年11月号に、 ソードワールド RPG リプレイアンマント財宝編を最後に一時中断されるまで紙面展開が継続された。1988年4月小説版のロードストー戦記灰色の魔女を観光。1990年には OVA 化されるなどブーム的状況となっていく。1992年4月グループ寸分室を設立。 1997年に水野良がグループ寸から独立。山本博士は1998年に独立。ありがとうございます。